今日も一緒に配信見ながらいただくことにしています。うばちゃんも子供の頃からお茶が好きでしたか？お茶めちゃめちゃ好きでしたね。どこのお茶か忘れたんですけども、田舎にね、行った時に、普段はね、家でその急須でお茶なんて入れるような感じではなかったんですけど、お墓参りとかの時期に、まあ、親戚のお家、田舎の方にね、行った時に、そこのね、おばちゃんが、急須でお茶を入れてくれたんですよね。そのお茶が本当に美味しくて美味しくて、なんか急須で入れたお茶ってこんなに美味しいんだってところから、結構お茶が好きになったかもしれません。もちろんペットボトルのねお茶とかも本当に大好きなんですけども、こう煎じて飲むっていうのが、すごい美味しいってなったので、社会も多分小学生の頃ぐらいかな、急須で入れたお茶が大好きでしたね。その時から家に急須が欲しいってそう、お茶っ葉でお茶が飲みたいっていう、そう、なんかお茶っ葉でお茶を飲むっていうのが、やっぱちょっとなんか大人の世界みたいな感じで、そう、ちょっとなんか大人ぶりたいみたいなこの一手間が大人っぽいんだよみたいな。そう、だからジュースよりこういうね、お茶をたしなむっていうのにやっぱ憧れが憧れを持っちゃいましたね。すごい今自分大人っぽいことしてるみたいなそう、まあそういうのもありつつお茶が好きになりましたね。